今日もイスラエル美佐子のチャンネルにお越しくださってありがとうございます。しばらくの間動画の更新がなかなかできませんでした。一つ前の動画やショート動画を見てくださった方はご存知だと思うのですが、新しい保護犬のボーダーコリーの2ヶ月の子犬を迎えてから慌ただしい毎日でした。保護施設から家に迎えた時は4キロだったのですが、3ヶ月が経って15キロを超えました。だいぶ大きくなりました。初めの頃は1週間で1キロずつ増えていたんです。最近は成長も少し落ち着いてきたのかなと思っています。ボーダーコリーは大変だと聞いていましたが、うちの太郎は思っていたよりも物分かりがいいというか、扱いやすい子だと思います。それとボーダーコリーはふさふさの毛の子ばかりだと思っていたのですが、なかなかふさふさにならないので調べてみたら、ボーダーコリーのスムースっていう短い毛の種類もあるんですね。なのでうちの子はボーダーコリーのスムースなのかもしれません。パートナーは以前飼っていたパンダのことが大好きで、パンダのようなふさふさの毛が良かったのになーって言っています。私は短い毛の方が掃除も楽でいいと思っています。まあ保護犬なのでミックスなのかもしれません。保護施設の方は 100% のボーダーコリーと言っていたのですが、それは私はどうでもいいのです。やはりご縁があってうちに来た子なのだと思っています。チャトラのトラちゃんとも仲がいいんだか悪いんだか、いつも追いかけっこをしています。太郎もやっと最近は落ち着いてきたので、今回の動画を作ることができているのですが、トラちゃんと太郎は私の隣で仲良く寝ています。動画を3ヶ月近くアップしていなかったのですが、以前の動画を見てくださってチャンネル登録をしてくれた方もいて、じわじわと増えていました。もう少しで2000人になります。本当にありがとうございます。自分でも最初の方の動画を見返してみると、本当に棒読みで笑っちゃうのですが、友達からも棒読みみさこチャンネルってからかわれていましたが、自分で言うのもなんですが、いろんなことをよく調べているなぁと思います。自分が発信したのに忘れていることを動画を見返しながら、ふむふむそうだったねと思い出しながら見ています。ぜひ以前の動画もご覧ください。イスラエルはちょうど杉越の祭りを終えたところです。今年の杉越の祭りは、うちには30人の親戚が集まりました。いつもは40人から50人くらい集まる時もあるので、30人だと少なくて楽だねって話してました。このお祭りは、旧約聖書時代の出エジプトを祝うお祭りです。詳しくは以前作った動画がありますので、そちらをご覧ください。出エジプトのお話を読みながら、時には歌いながら進行していきます。宗教に真面目な家族は、セレモニーが全部終わるまで食事をしないのですが、うちの家族はみんな食いしん坊なので、大人も子供も儀式中につまみ食いが多発するので、途中で一旦物語を中断して食事をしてから、食べた後に物語を進めていきます。今でも133人の人質がガザに囚われているので、今年のペサハは特別にその方たちのためのお祈りというのもみんなで唱えました。杉越の祭りの間は小麦粉の製品を食べません。私はユダヤ教ではないのですが、パートナーと一緒にペサハの間、一般の小麦製品を食べません。その代わりに特別にペサハのために種なしで作られたマッツァーというクラッカーを食べます。
杉越の祭りが終わる夜は小麦解禁で、モロッコ系の人が祝うミムナというパーティーがあちこちで開かれます。私たちは近くでピザをテイクアウトして、太郎も連れて公園でピザを食べました。4月はイスラエルの情勢も慌ただしく、イランからミサイルやドローンが発射されたので、また避難用のカバンを準備したりとヒヤヒヤする場面がありました。現在は停戦の交渉が進んでいるということです。戦争が始まってもうすぐ7ヶ月が経とうとしています。イスラエル国内では現政権と戦争に反対するデモが日に日に大きくなっています。久しぶりの動画なので少し近況報告が長くなりましたが、エドガー・ケーシーのキリストの秘密の続きをお話ししていきたいと思います。これまではイスラエルの北部にあるカルメル山でキリストの誕生の準備がされていたというところから始まって、いくつか動画を出しているのでぜひご覧ください。前回はタボール山という変容の山で、預言者エリアとモーゼにイエスが面会したというお話でした。今回はいよいよ北部のガリラヤ地方からエルサレム方面に上がっていく場面になります。イエスと弟子たちの最後の晩餐は杉越の祭りの晩餐だったので、本当はそれに合わせて動画を作るつもりでいたのですが、間に合いませんでした。今回のお話はガリラヤ地方を後にしてエルサレムに入る前に、イエスはベタニアという場所で亡くなったラザロという人を蘇らせるお話です。お話を始める前に言っておかなければいけないのは、この動画はエドガー・ケーシーのキリストの秘密という本を参考にしています。ケーシーのリーディングが元になっています。その情報は福音書とは細部が違う箇所もいくつかあるのですが、キリスト教の方にとってはこれは間違っている、福音書と違うじゃないかと思うかもしれませんが、ケーシーのリーディングと福音書の情報が少し違うというところを了承していただいた上で動画を楽しんでいただけたらと思います。ケーシー自身は敬虔なクリスチャンでしたので、彼自身が自分のリーディングに驚いていたのではないかと想像できます。ではベタニアという場所を地図で確認していきましょう。この場所はエルサレムの東にあります。エルサレムの旧市街のすぐ東にはオリーブ山があります。そのすぐ裏側というか、すぐ東にあります。私はまだベタニアを訪れたことがありませんが、 Google マップを見るとその場所にはラザロの教会やラザロのお墓があるのを見ることができます。この場所でラザロのよみがえりがありました。ラザロをよみがえらしたという奇跡はイエスの宅家復活前の最後の奇跡として重要なものなのです。ケーシーのリーディングではベタニアの一家とイエスの関係は特別なものであり、イエスはたびたびベタニアに行って休まれたようであるとあります。ベタニアの小さな家という記述もあるので、お金持ちの家ではなかったということが想像されます。ラザロ、マリア、マルタの兄弟の母親は正統派の宗派に属していたのですが、個人的にはエッセネ派を信奉していたようです。先ほどの地図に戻ってみると、ベタニアという場所はそのまま東に向かうと視界のほとりにあるクムランなんですね。エッセネ派の人々というのはクムランの土地以外にもいたというので、もしかするとベタニアにも
たくさんのエッセニ派の人がいたのかもしれません。またここで私が得意の寄り道のお話です。ラザロの名前というのはヘブライ語の名前のエルアザールがラテン語に変化したものです。エルアザールという名前は神が助けたという名前です。エリアザールという名前はヘブライ語でこのように書きます。エルが神、アザールというのが助けたという単語です。ちなみに大祭司アーロンの息子もエリアザールという名前です。彼はアーロンに続く2人目の大祭司コーヘンなのです。ラザロもイエスによって復活させられ、初めのユダヤ戦争まで生きたと言います。まさに神が助けたという名前にぴったりなのではないでしょうか。リーディングによると、ラザロは熱を出して今日でいうところの腸チフスで亡くなったとあります。この場面は福音書のヨハネの福音書の11章に記述があります。少し長いんですが読んでみます。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。ベタニアはエルサレムに近く25町ばかり離れたところにあった。大勢のユダヤ人がその兄弟のことでマルタとマリアを慰めようとして来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたがどんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟は蘇るであろう。マルタは言った。終わりの日の蘇りの時、蘇ることは存じています。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか？マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。マルタはこう言ってから帰って姉妹のマリアを呼び、先生がおいでになってあなたを呼んでおられますと小声で言った。これを聞いたマリアはすぐに立ち上がってイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入ってこられず、マルタがお迎えしたその場所におられた。マリアと一緒に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、彼女は墓に泣きに行くのだろうと思い、その後からついていった。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でもラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、
そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら、神の栄光を見るであろうと、あなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら大声で、ラザロよ、出てきなさい、と呼ばれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も顔覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。イエスの時代のお墓というのは、洞窟のような中にある石の台の上に布でくるんだ遺体を安置して、1年後くらいに骨になったものを小さな骨壺に収めていたという話を聞いたことがあります。その洞窟を覆うように丸い転がるような石で洞窟を塞ぐのです。エルサレムにはキリストのお墓の候補地の一つ、園の墓という場所がありますが、そこで紀元1世紀のお墓の様子を見ることができます。以前、モロッコ系の家族のお葬式に行った時に、雇われてきていた泣き女という人を見たことがあります。この人たちは大げさに大声で泣くんです。この当時もそういう人たちがいたんですね。ケイシーのリーディングの方でも、ラザロは4日間墓の中にいたとあります。そして主はラザロに出てきなさいと言った。と福音書と同じ情報です。墓のところで主がラザロに出てきなさいと呼びかけたように、主は今でもドアに立ちノックされる。なぜなら主は父なる神の愛を一切の疑いなしに信じることで死と地獄と墓に打ち勝たれたからである。このリーディングはラザロの蘇りとイエス自身の復活についてその広い神学的な意義を述べています。人間にとっての肉体、精神、霊、魂の正しいあり方について述べています。霊は欲するが肉体は弱い。しかし肉体が弱いからといって肉体を憎むな。体と心と魂は一つであると知れ。体も心も魂も創造的であろうと欲するなら、体と心と魂は調和しなければならない。とあります。神への完全な信頼とともに適切な物的手段が講じられるべきことについて、ラザロの蘇りについてこのようにあります。ラザロには死体に施されるべき防腐処置を施していませんでした。主が語られると、死は自らの主張していたものを放棄した。すなわちその瞬間、生命がもたらされた。なぜなら主は生命であり、健康であり、美であるからだ。死と地獄と墓とに打ち勝たれた。主を信じている者に対して、汝が私の名によって信じて求めるなら、汝が求めることはその通りになるであろう。イエスがこの世に降りてきた目的とは、
それは自己のためでも、また物質的な充足のためでもなく、物質界のいかなる中にいようとも、すべての人間を救い出すことのできる真理をすべての人に知らしめるためであった。主は死を転がし去る力をお持ちである。死を無効にし、より大いなる希望を与えることができる。死というものは誰にとっても避けることのできないものです。どんなにお金や権力があっても、必ずどんな人にも死はやってきます。歴史の中の権力者たちは不老不死の薬を求めたのです。主を信じる者にとっては、そんな死さえも去らせてしまったのです。ラザロは最初のユダヤの反乱が起きるまで生きたと言います。それは紀元70年にローマ帝国にエルサレムが滅ぼされてしまう前の数年間です。長く生きたことでエルサレムが崩壊するという悲しみを見ることになりました。ラザロのよみがえりのお話はここまでになります。キリストの秘密の本の方では、次にニコデモやエリコのザーカイの改心のお話もあるのですが、こちらは今回はスキップします。皆さん、キリストの秘密の本を実際に読んでみてください。次回の動画はいよいよイエスの生涯の最後の1週間のお話です。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。